皆さんこんにちは。今日は双日キャリアカレッジインテンシブオープンコースのご紹介をさせていただきます。私、人事部採用課3年目の新井と申します。まず私の方から今年度のインテンシブコースについてご紹介をさせていただき、次にですね、昨年のインテンシブコースに参加した内定者2名とともにですね、トークセッションでこのコースの魅力についてお話しできればと思います。まずこのインテンシブコースとはというところですが、今年度のインテンシブコースは3つのコースをご用意しております。オープンコース、ディビジョンコース、そしてリージョンコースです。現在応募受付中なのはこのオープンコースになります。その他のディビジョンコース、リージョンコースにつきましては2024年1月頃にですね、詳細を公開いたしますので、それまで少々お待ちください。このオープンコースでは、双日の事業や社風を全般的によりよく知りたいと思っている方向けのコースとなっております。その上でこのコースではですね、働くとは何か、これをテーマに皆さんに考えていただくワークをご用意しております。コースの中身としましては、前半と後半のワークに分かれています。前半のワークではこの働くとは何かを考えていただくために、現状、将来、未来の自分について考えていただきます。その上でこの後半ワークではですね、皆さんが思い描くこの働くとは何かの答えが双日で実現できるのかを考えていただくワークとなっています。具体的には、総合商社のビジネスモデルを知っていただいて、その上でですね、双日ではどんな新規事業を立ち上げできるのか、それをですね、社員と一緒にディスカッションしていただく内容となっております。ではここからですね、内定者2名にも出てきていただいて、私と一緒にトークセッションをもとにですね、このインテンシブコースの魅力についてお話しできればと思います。ではここからですね、内定者2名にも来てもらいましたので、この私たち3人でこのコースの魅力についてお話しできればと思います。緊張してますか？めちゃくちゃ緊張します。はい、ライトの前とか結構なかなか機会ないと思いますので、緊張するかと思いますが、楽しく話していければと思います。はい、今日はですね、来てもらったこの内定者2名はこのインテンシブコースの中でグループワークをする際にですね、私のメンター班だった2人になりますので、本当は仲いいんだよね、もっとね。仲いいです。なんか距離感を感じてしまいますが。はい、そしたらまず自己紹介から入っていきたいと思いますので、藤本さん、自己紹介お願いします。藤本陸です。学生時代にはアジアやアフリカの子どもたちに向けて給食支援の活動を行っていました。インテンシブコースでの思い出としては、チームメンバーとたくさんの議論をした後に、最終日に大勢の社員さんの前でプレゼンをしたことがとても印象に残っています。本日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ちょうど藤本さんが入っているこの学生団体の自動販売機が私の寮にもあって、買ったらそのいくらかお金が寄付されるみたいなものがあったり、あとはスイス社内でもなんかこのお弁当 の、うん、キャンペーンみたいなやったりしていますので、まあなんかつながりがありますね。ご縁がありました。ありがとうございます。そしたら鈴木さん、お願いします。はい、鈴木桃子です。学生時代はそのグローバルに将来は活躍したいなという目標を持って、コロナ禍だったんですけど、フランスに1年間留学をしてきました。インテンシブコース中の思い出としては、そのチームの中でこう意見の相違だったりある中で、こう自分がどういうふうにプラスに動けるのかっていうところを本当に5日間悩んで、すごく難しかったと同時に楽しい経験でした。なるほど。この写真懐かしいですね。はい、フランスのリールになるかと思いますが、はい、私もたまたまフランスのリール留学してたので、はい、本当に同じ場所に行ってたんですね。すごくご縁が、はい、ご縁がみたいな思いですが、はい、まあ、今ちょっとお二人にもこのインテンシブコースの思い出みたいなところをお話ししてもらいましたが、まあ、そういったところも含めて、次から、いくつかトピック用意してますので、まあ、そこを元にですね、お話ししていきたいと思います。まず一つ目のトピックが、このインテンシブコースに応募したきっかけについてです。まあ、お二人のですね、このインテンシブコースなぜ応募したのか、そんなところをちょっとお伺いしたいなと思いますので、藤本さんからお願いします。はい、私がインテンシブコースに応募したきっかけは、まず学生団体での経験からでした。学生団体の経験でフィリピンに行った際に、
フィリピンの農業の現状を知って、自分はこういった現状をもっと改善していきたいと思うようになりました。でその際にフィリピンにある肥料会社を運営しているのが双日ということを知って、このインテンシブコースに参加して、じゃあ参加してみようと思うようになりました。なるほど。なかなか特殊なあの入り口かなと思うんだけれども、このフィリピンでは何をしてたの、具体的に。フィリピンでは小学校の子どもたちに向けて給食支援、日本から送られてきた食材だったりを向こうで加工調理するのの監督のような立場で訪問していました。その中でどんなこの農業の課題みたいなのを感じたの？農業の課題は、実際にそのフィリピンの小学校がかなり農村部にあって、でそこの農家さんに直接お話を、野菜を生産する農家さんにお話を聞きに行ける時があってありました。でそこで実際にこの畑の収量をもっと増やしていくにはどうしたらいいのっていうふうにその農家さんに尋ねられて、でも自分はかなり痩せ細った畑だったんですけど、でも自分はもう何も、農学部なんですけど何も答えることができなくて、かなり悔しい思いをそこで経験しました。なるほど。まあそういった背景もあって、まあ、双日だったらどんな働き方ができて、どんな事業をやってるのか、そんなことも知りたいなと思ってインテンシブコース参加したのかな。はい、参加しました。なるほど。そしたら鈴木さんはどうだったの？はい、私はその就活時代からもう自分の専攻の語学だったりを生かしたいなっていう思いがあって、もう最初から総合商社に絞って就活をしていたんですけれども、なのでその個人的に双日 の社員の方々にも OB 訪問等でお話を伺っていて、でその当時からやっぱりその自分学生だったんですけど、そこの目線に本当に下がってこう親身になってお話を聞いてくださるその姿勢がすごくこう共感が持てるものがあって、なので実際にインテンシブコースに参加して、その自分たちで事業を作るっていうプログラムにもすごく惹かれましたし、こう社内の具体的な雰囲気だったりっていうのを知りたいなという思いで応募しました。なるほど。この語学、特に多分フランス語が専攻だと思うんだけど、はい、なんでフランス語を専攻しようと思ったの？はい、高校生の時からその語学勉強がすごく好きで、もともとはそのアメリカに行きたいっていう思いがあったんですけれども、その自分でこう定めたちょっと目標が高校3年生の時に達成できたので、いや英語じゃなくて違う語学にしようと思って、でそこはやっぱり欧州がいいなっていうのは自分の中であったので、その中でもこう世界に影響力のある国って考えた時にフランスかなと思って挑戦したいなと感じたのが、はい、きっかけです。実際、まあ、このインテンシブコース入ってどうだったのってちょっと2人に聞いていきたいと思うので、続いて のトピックいきたいと思います。まあ、このインテンシブコースは、まあ、先ほど、まあ、私の方から紹介した通り、まあ、この前半と後半ワークに分かれているかと思うんですけれども、このインテンシブコースに参加して、まあ、皆さんの中でなんか変わったものって何かあったのかなって、それを聞きたいと思います。実際ちょっとここはこれまであんまり聞いたことがないところなので、僕も結構興味を持っているんですけれども実際インテンシブコースに参加して変わったことはということで、じゃ鈴木さんから。はい、私はその総合商社もともと絞っていたので、その商社のこう大雑把なこうなんでしょう、事業モデルといいますか、トレードと投資の2本柱っていうところは知っていたんですけれども、やっぱりそのインテンシブコースに参加して自分たちで事業を作るっていう段階になった時に、こう例えばジョイントベンチャーのやり方であったりとか、あとはそのバックオフィスの方々とお話しできる機会がたくさんあったので、その総合商社の中でこうデジタルだったりこうリスク管理だったり全部完結するその総合力の凄さっていうところをすごく感じました。なるほど。まあ、実際この総合商社ってイメージすると、まあ、営業とか、まあ、いろいろプロジェクトの、まあ、イメージが強いかなと思うんだけれども、まあ、実際はその、まあ、営業と、まあ、バックオフィス、要は職能部署の人たちのこの連携が大事だよってところを結構意識して私たちも、まあ、プログラムを組んでいたので、まあまあ、そこのバックオフィスの人たちのこの、まあ、打ち合わせってところも体験してもらってよかったなと思うんだけど、結構このリスク管理とかの観点でこれはどうなのって質問されるの大変じゃなかった？難しかったです。もう全然知識が私もないので、うん、そのどう答えていいのかも分からなかったですし、うん、まあ、答えるっていうよりもやっぱり実際にこういうふうにこう仕事が進んでいくんだなっていうところを本当に間近で見れたというのがすごく印象に残りました。加えて中堅社員、管理職社員って形で、まあ、この社内で説明する順を追ってプログラムの中でもこう、まあ、いろんな順を説明をしてもらってたと思うんですけども、説明の仕方も結構
気を使うものあったんじゃないの？はい、もうやっぱりこう順を追っていくごとに本当に緊張を増していたんですけど、うん、やっぱりその分こう話を聞けるその内容も、うん、もうその方その方によって変わっていきますし、こう本当に深いビジネスの部分をこう知れたのがとてもいい経験だったなと思っています。なるほど。藤本さんはどう？僕はまず総合商社っていうのがどんな仕事をしているのか、その肥料会社の運営をしているっていうのは知ってたんですけど、どんなことをしている会社なのかも全く知らなかったので、うんうん、まずはこのインテンシブコースに参加してどういった事業、先ほどおっしゃっていた事業投資、トレーディングと、あとはバックオフィスの連携、このようなことをしている会社だっていうのを強く深く理解することができました。でさらになんか自分がそのいろいろな事業に携わっているからこそ、自分がやりたい目的を持って入社すれば、そのやりたいことを実現していける環境が整っているなというふうにも感じました。なるほど。まあなんかこのワークの中でもいろんな社員と話す、まあ、機会を設けて いたんですけれども、まあ、それに加えて結構社員と話す中で、まあ、この、まあ、こういう挑戦環境があるんだ、そんなところを多分気づいてもらったと思うんですけれども、うん、どんな時にそれを気づいたの？話を聞いた中では特に若手の方、うんが、その自分がもうビジネスを作って自分が主力になって動いているっていう方が多くいらっしゃって、そういうところで強くああすごいなというふうに印象を受けました。なるほど。なんかそれはあのコースの中でのなんか座談会とかでの話かな。そうですね、はい。なるほど。まあ、あの前半のワークの中では、あ結構その働くとは何かってすごい考えてもらったかと思うんだけれども、うんうん、その時に実際これが総じてどういう働き方があるのかって、知ってもらう座談会あったと思うんですよ。まあ、いろんな社員の中でなんかこの人すごい印象的だったなっていう人いた？僕は入社3年目くらいの女性の社員さんがとても印象的でした。僕が やりたいその途上国の現状を改善、自分の力で改善していきたいっていう形にもすごいフィットした方 で実際にそれを自分の手で実現されている方だったんで、自分のやりたいことにも重なって目標としたい人が目標としたいなというふうに素直に思いました。、はい。まあ、結構このコースでは、まあ、いろんな社員と、まあ、会ってもらう機会っていうのは、まあ、こちらも、まあ、意識的に、まあ、組んでいたものであったので、まあ、そういったところから、まあ、いろいろなんか感じてもらったのはすごく嬉しいなっていうふうに思ってます。はい。で次 のトピック、行く前にですね、私の方で、ちょっと写真を持ってきました。当時の写真ですね。まあ、私がメンターとして、まあ、皆さんの班のワークずっと一緒に張り付いていたかと思うんですけども、結構懐かしくないですか？なんか匂い思い出すみたいな。何？いや、めちゃくちゃ懐かしいですね。まあ、いくつかの班に分かれて大きな会議室でこう集まって、でその中で、まあ、自分たちのデスクでこうワークをすることが多かったと思うんだけれども、うん、結構ワークとか大変じゃなかった？はい、大変だった。大変でした。何が大変だった？私結構その個人的に新井さんにも相談させていただいてたんですけれども、うんうん、そのやっぱり意見の相違が本当にたくさんある中で、こうどこまで自分の意見をこう何でしょう、うん、強く持ち続けていいのかっていうところだったり、あとはその相違がある中で自分がどういうふうにこうチームの中でプラスになるように動けるか、有益なこう発言をできるかっていうところは本当に難しかったです。なんか覚えてるのは最初多分意見言い過ぎて、はい、でなんか結構その自分が言った通りにこう動いてしまうのが逆に不安みたいなのも当時はあったよね。はい。はい。その中でまあどうしたらいいですかってあったんだけど、まあ、結構そのバックグラウンドもみんな違うと思うから、それこそ藤本さんも結構大変だったんじゃない？そうですね、僕は大学院生として参加してなんか専門性生かしたいなとは思っていたんですけど、他にもやっぱ同じように大学院生の方も半分ぐらいいて、うん、で学部生の方も半分ぐらいいらっしゃって、でそれぞれやっぱ言いたいことがバチバチになる時が多々あったので、そういった時はかなり議論の難しさを感じましたね。なんか結構この専門性生かしたいとなると相手に伝えなきゃいけないけれども、それが伝わらなかったりするよね。うん、そうですね。そういう時 どうしてたの？もうホワイトボードを使って、うん、もう図式化、文字で書いて図式化したりこれはこうでみたいな感じで説明したつもりではいます。逆にそのなんか専門的なことを説明されて、なんかわからないわからないみたいなのがあった？
いやでもなんか本当分かりやすくみんななんかこう分かるように、うん、説明してくれてたのでそこはすごく良かったんですけど、やっぱりその自分は学部なので、うん、そういう専門性の部分ないので、うん、あなんかすごいなって思うと同時に結構圧倒される部分もあって、うん、そんな中でやっぱりこう自分がこうなんでしょう、こう役自分の役割っていうのを探すのが私は結構大変でした、うん、結構その、まあ、農業系だと語学系とか、うんまあ、このまあちょっと違うこの専門性っていうのをまあこう合わせるのはどうしたらいいのかとか、まあそういうのもなかなか難しかったりすると思うんですけども、実際社内入るとまあみんなバラバラのバックグラウンドを持った社員が働いていて、そこでまあ一緒にまあ合意形成を作っていくっていうのがまああの実際 の働き方なので、まあそういったところも皆さんに体験してもらったって感じですね。はい、そしたらちょっと最後になるんですけれども、最後ですね、このインテンシブコースで感じた双日の特徴とはというところをなんかお伝えしてほしいなと思ってます。まあ、すでに結構話してもらっていると思うんだけれども藤本さんどうかな。感じた印象としては、うん、自分の意見をかなり積極的に伝えられる環境なのかなと思いました。それこそメンターの新井さんがその上司の方にと話している時もかなり自分の意見を伝えている印象を自分はすごい受けて、でさらに新井さんが実際にその社内でお仕事中にあったエピソードで自分がやりたいと思ったことをその提案してで実行できたっていう経験なども聞くことができて、こういった挑戦できる環境が整っているなというのをすごい感じました。結構その参加している立場からすると、まあ、メンター社員とか他の社員のこの関係性とか見てたりするの？そうですね、ちょっと横目でチラチラと湧きながら見たりして、でそういった時にもかなり和気あいあいじゃないですけど、うん、分け隔てなく話したり雰囲気がすごい良くてとても好印象でしたまあ、別にこのインテンシブコース中だから創生してるっていうよりも、まあ、結構社内でも楽しく和気あいあいとでは、まあ、和気あいあいと、まあ、仕事もしているのかなって私自身も思っているので、まあ、そこは伝わっててよかったなと思います。で鈴木さんはどう？はい、私はその OB 訪問とかの時から、うん、こう本当にいい意味でフランクな会社だなっていうふうに思っていて、うん、こうインテンシブコースに参加した後もやっぱりその印象っていうのは同じで、こう特に具体的なエピソードだとその新井さんメンターの社員の方とお話しする時にこう自分たちが考え出した意見だったりその事業のプランっていうのを絶対にその否定されるっていうことはなくて、それよりもやっぱりその考えたものをこう一回受け止めてくださって、その上でこうどうした方がより良くなるんじゃないかっていう、こうアドバイスをくださる方ばかりで、やっぱりその自分の主体性だったり思いっていうのをすごく重んじてくれる会社なんだなっていうことを感じました。結構その、まあ、メンターの私もそうですけれども他の現場社員もなんか一緒にデスク来てなんか考えてたよね、はい、なんか結構質問したりとか、はい、なんかまあ、学生同士でのグループワークのみならずこの社員とも一緒にできたってのはやっぱり大きかったのかな。はい、大きかったです。特に私たちの班結構最後の方まで、うん、ビジネスのこう題というか、うん、テーマが決まらなくて、結構焦ってたよね、右往左往していてなのでその社員さんが一緒に来てくださって、だからって言ってその教えるとかこうした方がいいっていうふうに決められるんではなくて、こう自分たちが思っていることをこうよりよく伸ばすためにはどうしたらいいかっていうところにこう重きを置いてアドバイスしてくださったのが本当に印象的でした。なんか結構その皆さんだったらどうしたいの、皆さんがやりたいのは何なの、うん、ってところは多分聞かれたと思うんだけれども、はい、だからこそ答えがないから時間もかかるし、最後めちゃくちゃ焦って根詰めてイメージがあるなともう今思い出しました、はい、ではですね、最後に、まあ、このインテンシブコース参加しようかなとか考えている学生の皆さんに皆さんから一言いただきたいと思いますので、藤本さんからどうぞ。はい、僕はこの双日が肥料会社を運営しているっていうところからこの会社を知って、総合商社のことはあまり知らなかったのですが、このインテンシブコースに参加してその事業内容を深く理解することができました。またこのコースに参加してこの実際の社員さんの雰囲気だったり働き方っていうのもとても理解することができたので、まあ、すごい貴重な機会だったかなと思います。皆さんもぜひご参加ください。
じゃあ鈴木さん。はい、私はもともとその興味があって総合商社という業界を選んでインテンシブコースに参加したんですけれども、それでもやっぱり本とかインターネットで調べるだけではわからないその事業のこう具体的な部分だったり、より深い部分を本当にこう間近で見て自分も体験してというところがものすごく印象的な経験だったので、皆さんもぜひ興味があるあったら参加してみていただきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、ではお二人今日はありがとうございました。ありがとうございました。昨年のインテンシブコース振り返りながら自分すごい懐かしいなと思ってました。今年もたくさんの仲間とお会いできるのを楽しみにしていますので、最後にですね、今後のご案内を私の方からして以上とさせていただきます。はい、いかがでしたでしょうか。ここでですね、皆さんに今後のご案内できればと思います。はい、今ご紹介しましたインテンシブオープンコース、こちらの日程にて応募を受け付けしております。これまでのお話をもとにですね、ご興味を持たれた方はぜひご応募いただければと思います。そして私たち創実ではですね、未来を起こせ自らの力メーカーディファレンス、こちらを採用メッセージとして掲げております。この不確実性の非常に高い社会においてですね、自分の力で自分の未来を切り開くんだ、そんな強い意志を持っている皆さんと一緒に働きたいと考えております。こちらの採用メッセージにもですね、共感いただいた方につきましては、ぜひこのオープンコースご挑戦いただければと思いますので、皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。